つぼり三古墳は奈良県伊駒郡へぐり町福高にある古墳。形状は方墳、または円墳。奈良県指定史跡に指定されている。奈良県北西部へぐり谷において伊駒山地から東へ伸びる尾根の南側斜面に築造された古墳である。古くより石室が開港して墳丘も大きく作兵を受けているほか、1970年に 保存整備のための調査が実施されている。噴形は方形、または円形で、一辺、約20メートルを測る。噴球表面で吹き石、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で南方に開口する。建室、沿道には、各一基の二条山白色業界岩製の栗抜き式石管が据えられる。副葬品は明らかでない。 築造時期は古墳時代終末期の7世紀初頭頃と推定される。使用例の限られる栗抜き式石棺が2期並ぶ点で、被葬者の身分の高さが注目される古墳である。古墳域は1973年に奈良県指定史跡に指定されている。石室原室中央に原室質疑。主体部の埋葬施設としては、両袖式の横穴式石室が構築されており、 南方に開口する。石室の規模は次の通り。原室は二段積みで二段目は内径し、天井部は巨石二個で加工される。沿道には巨石三枚が横に並べられるが、上段、天井石は欠出する。調査時には開口部で閉塞石として人頭台の円歴が認められている。原室、沿道にはそれぞれくり抜き式形石管一基 栗抜き式石管一基が据えられている。石材はいずれも二条山白色尿海岸製である。各管の詳細は次の通り。ありがとうございます。